今日は、マリオメーカーを始める前に、皆様にお詫びがあります。今回の動画、ものすごく短くなってしまいました。うつ主が自分のコースの作成に時間を取られすぎてしまったせいです。次回からこのようなことがないように気をつけます。それでは今日も、ゆっくりしていってねー。今日もクールっていきましょう。クールルってなんだよ。最初のコースは、この動画のレギュラー、朝川さんの半自動リメイクコースです。危険物取り扱い？私、帰ってもいいですか？まあ、落ち着けよ、霊夢。このコースは、半自動コースにリメイクされたコースなんだよ。だから、もう8時間もかかることはないから、安心していいんだぜ。本当に、私を騙してるんじゃないよね？ああ、これでようやくモフさんのコースのトラウマを晴らすことができるんだぜ。あっという間にボム兵のアメリアを抜けてきちゃったね。ここからは自動って書いてあったから、何もキー入力はしていません。爆発でバネが降ってきて、先に進めるようになったね。ここは、抜けるのに5時間かかった超鬼畜エリア。ところが、なんということでしょう。匠の手によって、なんとも簡単な自動エリアになってしまいました。素晴らしすぎます。ここからは、またスピン半自動だね。ちゃんと書いてくれてるから、わかりやすくていいね。もうゴールに着いたみたいなんだぜ。本当にゴールしちゃっていいの？もう、罠なんてない？霊夢、そこまで言うのはさすがにモフさんに失礼だよ。霊夢、このコースはどうだった？おかげさまで、トラウマから立ち直るために一歩前進できました。完全になくなる日も、近そうだね。それじゃ、次のコースにくるくるくる。お次のコースは、マリオ3のスキンの半自動コースだな。走って飛んで、Bボタン連打、ダダダダダダダフォアダー。お前はすでに、死んでいる。ちょっと、勝手に視聴者様をやらないでいただけませんか？今までにも半自動はいくつもやってきたけど、尻尾マリオの半自動コースなんて、そんなのが作れるなんて思いもしなかったんだぜ。完全に飛んでる時の挙動を理解してないと作れないよね。飛び始めてからすでにかなりの時間が経ってるのに、未だに飛んでられるなんて。ちなみに今のドッスンさんの上の方に、隠しルートがあります。今やってるメインルートとは、また少し違った尻尾マリオが楽しめるんだぜ。あれ？なんでクッパさん即死させられるの？業務が軽落飛行でもついたんじゃないの？私どっちかというと、なんと派なんだけどね。まったくどうでもいい情報だな。業務、このコースはどうだった？今までにない斬新な半自動。きっと、制作者さんはすごい頭が柔らかくて、面白そうな人なんだろうね。それでは最後に、うつ主が編集時間を削ってまで作っていたコースをご紹介して、終わりにします。次はあなたのコースにくるくるくる。